よく来たね。私の可愛い子供たち。傷？いや、病気か？私は心底興ざめしたよ、産屋敷。この人が親方様？顔ぶれが変わらずに半年に一度の中央会議を迎えられたこと、嬉しく思うよ。身の程もわきまえず、千年にもわたり私の邪魔ばかりしてきた一族の王様、このようなざまで。そっか、醜い、なんとも醜い。君のような怪物を一族から出してしまったせいで、私の一族は呪われていた。黙れ。禰豆子の隠し場所に随分と自信があるようだな。しかしお前と違い、私にはたっぷりと時間がある。君は思い違いをしている。鬼舞辻無惨、私は何としてもお前を倒す。永遠が何か、お前は必ず私たちが知っている。何度も何度も虎の尾を踏み、竜の激流に触れている。他の子供たちは私自身をおとりに使うことを承知しないだろう。君にしか頼めない。決めしました。血圧引き起こし、今の呼吸三の肩、深くの肌へ。本来ならば霞の呼吸、一生眠っていたはずの一の肩、虎や竜を君は起こした。彼らはずっと君を睨んでいる。石の呼吸三の肩、絶対に逃がすまいと。永遠というのは人の思いだ。人の思いこそが永遠であり不滅なんだよ。